はい、こんばんは、うどんです。今日はですね、信長の野望小勢力をやっていこうと思います。なんかですね、今日無性に自分でもよくわからないんですけど、なぜか小勢力がすごいやりたくなってですね、ちょっといきなりやってみようかと思います。ですね、小勢力の PK ですね、小牧長久手シナリオで真田家上級で徳川打倒を目指してみようかなと思っております。こんばんは、よろしくお願いします。難易度は上級、メッセージ中、野戦向上戦 OK。 盗賊ってなんだっけ、よくわからんな。新シリーズというかね、なんだろう、多分これそんなに長くはやらないと思うんですけど、まあ2、3回だと思うんですけど、猛烈に小勢力やりたくなって小勢力やっております。真田、真田家で目標は打倒徳川、行きましょう。いやー、信長の野望って何回か大きな転換点があったと思うけど、小勢力はね、そのうちの最も大きな転換点だと思います、僕は。信長の野望って初代作品から覇王で天正期ぐらいまで、僕は、ね、割と一連の流れだと思うんですよ。で、小勢力で一気に変化したなと思います。で、そこから次革新でリアルタイムを入れたって感じですが、まあちょっと状況確認すると、上田城、海津城ですね、海津城のみで不可視、ここら辺全部当然徳川ですね。で、北条家、北条家とも隣接している。で、上を見ると上杉家みたいな状況ですね。で、真田家、真田家の武将はどんな状況かっていうと、まあいつもの真田家ですね。相変わらずめちゃくちゃ強い真田昌幸、真田重視いましたっけね、ごめんなさい、正直記憶いないっす。真田正幸38歳、政治91、戦闘77、地防97、さすがの真田正幸ですね、さすがの真田正幸。そして真田幸村、違う、信幸がいる。信幸が86、74、81、相変わらず有能、でも顔がちょっとモブ顔、なんとも言えない顔をしている。そして、雪村、ただこれシナリオが1584年の小牧長久手なんで、はい、渋沢公アーカイブスです。重要史のイベントがいつ起きるかはわからないです。そして雪村98、雪村がね、鬼突ですね。影武者って烈風伝だっけ、小勢力だっけ、ごめんなさい、正直記憶いないや、小勢で持ってましたっけね。そして三好正康、三好正勝、ここら辺あれですね、真田重勇士のモデルの二人ですよね。三好二人、能力的にはまあまあ戦闘できるかなぐらいなんですけど。で、鈴木さん、いつもの鈴木さんですね。おお、そして尾形さんは、ほうほうほう、まあ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 、小勢力でね、重要視があったかどうか記憶にないですね。そうですね、僕この前伊藤家でプレイしましたね。で、とりあえずまず海津城の城の規模を上げて、もう1枠増やさない、ちょうど600分の496なんで、割とすぐ上がる状況ですね。建設しましょう、鈴木さんにでもやらせておきましょう。改修、こんばんは、よろしくお願いします。なんかね、辛抱たまらなくて始めちゃった。東洋は浪人がいない、これどこから何が攻めてくるか分かったもんじゃない。これちゃんと治水してますね、ちゃんと治水してるのは偉い。じゃあまずはのんびり農業でもしながら、よいしょ、解雇、はい、信濃と会話徳川です。今回ね、打倒徳川を目指したいところで、基本的に内政して身分を上げないと
あんまり兵を持てないんですよね、ちゃんと。なので、雪村たちもちゃんと開墾してましょう。こんばんは、よろしくお願いします。コメント初見がまさかの小勢力、微妙なところで。まあいっぱい開墾しながら様子を見ましょうかね。とりあえずは商業をできる場所が少ないな。水田3、よいしょ。こんばんは、よろしくお願いします。まずはみんなに開発させてよいしょ、開墾。これターターを作れるのはこのちゃんと堤防を作った川の隣接地ですね。あれ、3マス先まで行けるんだっけ。確か堤防を作った3マス先までは水田を作れたはず、平地に。はい、完全にチンギサーン4系です。チンギサーン4と同時期なんですよ。でかなりシステムは似てます。だいたいチンギサーンをイメージしていただけるとみたいな感じですね。あれ、これ開墾違った。商業、チンギサーンと違うのはあれです。商業するには商業ユニット、開墾するには開墾ユニット、それぞれの細分化されてるところですね。あとはその死者ユニットとか患者ユニットとか。では商業してましょう。あれ、ここ作れないのはあれか、丘か。これ案外あれだぞ、町を作れる場所が少ないな。結構金収入に苦しめられそうな気がしてきた。これはね、結構ね、今日はね、まあ小勢力の後、対抗立戦にはしごして日本予定ですね。よいしょ。で村落はレベル1しかないんだよね。村落作りましょう。あれ、ここも村落作れない。丘が多いな、やけに。じゃあ回収してよ。こんばんは、よろしくお願いします。これで生還。あ、戦争してんな。あ、そうだ、思い出した。武田も滅んでます。あれです、こっちは上杉快活、そしてこっちに行くともうすでに徳川です。なので打倒徳川を目指したいなみたいなプレイですね。はい、小勢力で打倒徳川ですね。あー、小勢力から菅野横外れたんだ。でもそれでもいい曲ですよね。小勢力いい曲なのと、小勢力のいいとこね、画面が明るいですよね。画面が明るくて楽しげ。あとやっぱりこの1枚マップのね、当時すごい感動した1枚マップ。そう、中立というか、中立勢力があったら吸収しに行きたいんですけど、これ、こういうところ、日本松義継か。なんとも言えないですね。二本松はいらないな。あと、まあ、苦労の割に合わない気がする、位置的に。ここら辺多いね。あ、戸沢森康がいる。戸沢森康か。遠征できます。例えばこの戸沢森康、この中立軍なんで味方に引き入れることは可能です。かなり距離ありますけど、取りに行くか。じゃあちょっと真田正幸は町づくり中止ですね。武将で外交を持ってるやつ、外交を持ってるんで正幸に行かせましょう。目標は徳川を倒すことです。はい、まあでもとりあえずちょっとね、町この辺り開発を進めましょう。で城の規模が6分の6になって枠が最大になったんで、これで一回回収は1人、あとは1人でいいや。
て、信行ももしかして可能かな、外交できるね。チンフォ PK 返しましたよ、もちろん。信行にするか、信行に任せましょう。初手はね、すいません、僕ねこれこのシナリオの真田家初プレイなんで、いわゆるスタンダードがよく分かってないです。じゃあちょっと戸沢くんを、お、立花宗茂がいる、高橋城もいる、早速ガンガン戦争してますね。そういえば近畿の方は、あーもう いないかよし、戸沢くんを引き抜きに行きたいね。死者ユニットで真田で金を1000ぐらい持ってきましょう。ていうか渡せるの金が1000がマックスなんで、よし、遠いな単純に遠いですねこれ。あのですね、陳法とか対抗立志伝が、あのもちろんユーザー間で熱烈なファンがいることはもちろん多分あの分かってると思うんですよ。それでも、まああれなんですよね、結局今出しても採算が取れないっていうのがあるんでしょうねとは思います、正直。よし、じゃあ戸沢君に取り込みに行きましょう。でさっき初手不可視を攻めるのもいいかいいみたいな話がありましたね。まあ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 ゆく、まあまあ開発しましょう、開発しましょう、開発しちゃうぞ、僕は開発しちゃうぞ。建設はよいしょ。あーここもか、築城1000かかるんだよね。なんかね、配置をやめる、開発できる場所が少ない、開発できる場所がすげえ少ない。あーこの畑を町に変えるか。はい、今日はね僕ね明日がまた早起きしなきゃいけなくて、それでですね今日ちょっとあんまり夜遅くまでできないんで早めスタートしました。よし、北条激しいな北条綱重が全滅している、宇都宮国綱に負けたんだ。こんばんは、よろしくお願いしますね。やっぱね、箱庭内政ってあの小勢力からなんですけど、信長の野望シリーズは、まあ、あの箱庭内政自体はあれですよね、あの第一作は水滸伝ですよね、あの天道108世のと、あれが多分箱庭内政の走りだと思うんですけど、小勢力とどっちが先だっけな。おっと台風か。まあでもなんだろうね、あの日本の国土の上をいろいろいじれるのはやっぱ直接いじれるの楽しいですよね。あー天下創生、わかるわかるわかる、天下創生ってあれの一応空間に入るじゃないですか、自分の国、あの戦国立志伝とかもそうですよね、戦国立志伝とか、天下創生とかは自分の世界に入って内政するタイプで、烈風伝と小勢力と創造とかは、創造じゃない、革新とかは、こうやってマップ上で直接開発するタイプですよね。さらに町づくり、これは今町づくり中かな。OKOK、兵士は8600、馬産地なんで軍馬は少しずつ増えてるかな。よいしょ、ロイヤルブラッド2ですよね、あの箱庭内政という。ロイヤルブラッド2とどれが先なんだろう。あ空気が捕まって鈴木家にめっちゃ水が溢れてる利根川、紀の川、地震だー。
観音寺が兵糧攻めにあってる。おー激しいな。というか小勢力ってあれですよね、敵の思考ルーチンが激しいですよね。攻めが結構ガンガン来る。うちにもそのうち来るんじゃないかな。なんせ北条武田と隣接してるんで、あ、上杉とはってね、ちょっと仲良くしたいなと思ってます。ただまあ開発が優先かなと思って開発してますが、PS 版って甲状腺オートなんだ。へーへー。お、我が国に商人が訪れている。あ、しまった、誰も武将がいない。一人残しとけばよかった。一人残すか。じゃあこれでみんな開発中なんで、まだみんな開発中ですね。よし、また生還。こんばんは、よろしくお願いします。いやー、なんか今日はね、無償に小勢力やりたくて小勢力やってるだけです。はい、僕のあるあるそう、なんかね、絡みしちゃいけないね。やっぱり人数が少ないんで、あの国の人数が少ないんで、全員出て必死に内政してましたけど、あんまり良くないね。あれ、鈴木忠之、あ、和豊が死んじゃった。会えない最後を遂げました。激しいなぁ。橋場家と何がそんなに戦ってんだ。おお、大洪水な、土佐藩、そうですね、土佐に平和がやってきましたね。さて、明智は滅んでるはずだけど、ちょっとね、勢力図見てみたいな。中地図、さっきから織田と羽柴がすごいガンガンにやりますね。織田と羽柴、あと鈴木と羽柴もやり合ってるって感じですね。上杉な、武将13人、上杉の武将13人しかいないんだ。はーはーはーん。でもまあ春日山落とすのはしんどそうだしな、まあここはやっぱり仲良くするか。はい、商人いなくなりました。ショック、商人いなくなった。治水するか。よいしょ、これはまだまだ町を作ってますね。こっちも今町を作ってる。これ水田レベル3になって、ここも水田レベル3にしよう。はい、シナリオは小牧です。小牧長久手の戦いシナリオですね。こんばんは、よろしくお願いします。はい、今日は真田で打倒徳川です。道路公団も道作れ、烈風伝は間違いなく道を作れるんですよ。小勢力は、牙の修行ができる。いいよ。こいつしかいけねえ。拒否するか。修行に出さない。小説作れなかったか。収入ね、僕ね、すいません。正直よくわかってない。よくわかってない。収入がどれくらい入ってるか、チンフォーと違って表示されないんで、まあまあまあ、ただまあ作っといて損はないでしょう。あ、徳川家と近い。お互い開発合戦ですね、これは。真田さんはまだ作ってる。で、僕の信行、信行どこにいんだ。あ、間違えた。ユニット。あ、こんなところを旅している。
ん？あ、これ金山2つあるんだ、いいな。あ、金山な、金山な、いいですね金山。おー、よいしょ。ちなみに信之くんは戸沢森康をスカウトに旅立ってます。よし、町がレベル3になったすいません、ちょっとすいません、タイトル確かに勘違いさせられる、確かにタイトル勘違いするような書き方しちゃってんな。ちょっと考えておきます。あと畑をもうちょっと作ろうか。というか畑しか作れないしね、ここら辺で。あとここは町に変えます。雪村がずっと開墾してて終わらないんですよね。よいしょ。取りに行けますか。取りに行けるってのはどういうやり方をやればいいんですか。春日山とか落とさないといけないですよね一応。あ、モガミが滅んだ。あ、アシナに滅ぼされた。アシナに滅ぼされた。簡単だな。金山取りに行くっていうのは兵を出兵してどうすればいいんですか。あれ、北条がこんなとこまで攻めてきてる。え、あ、こっちからこう行ったの。無茶するなぁ。あ、佐竹義重。ちなみに佐竹義重はどんなもんなんだ。大田助政、佐竹義重は、あれ、ここじゃない。いや、そんなはずないよな。今城にいるやつしか見られないのかな、もしかして。あれれ、はて、謎だな。こんばんは。はい、小生録です。あ、もう一個城持ってたのか佐竹。なるほど、相変わらず佐竹のししげでも、ちょっとモブっぽい。いつものあの兜をまだ被ってない時代ですね。よいしょ。いやー、小生力は名作だな。北条に落とされそうな雰囲気がある。お、相変わらず鈴木と羽柴がすごいやり合ってますね。ね、政治球、どっちかっていうと戦闘、あれ、徳川家康？深志から北に攻めたと、富山を攻めたってことか。なんかよくわからないルートで攻めてますね。市場を建てる。ちょっと待ってね。多分建てるんだったら建設なんですけど、作れるのは築城ですね。結構ね、ルールが烈風伝と近いんで、烈風伝と間違えてる可能性はありますよ。これ多分港、これどういう条件で金山持ってるのかわからないんですよね。あの城の勢力範囲からはめちゃくちゃ離れてるんですよね。港を占領するのかな、もしかして港を占領するとかかな。よし、じゃあとりあえず町を作ってよう。あっちこっち戦ってる隙にこっちはのんびり開発して、あと、お、到着しました。
わざわざ私のようなものをもとへ参るとは、何やら胸に一物あるようですな。金銭千、強きがより強きになる、それが戦国の絵じゃ。お、仲間になった。戸沢森康ゲット、これは嬉しい。引き続き捕まったりしてる。ちょっと嬉しいですね。わざわざ遠出し、はい、思いつき新シリーズでございます。この放送、あの小勢力自体は 2,3 回で終わると思います。あの徳川を倒すくらいまでやればいいかなと思ってるんで。北条がガンガン攻めてますね、上杉を。徳川もめっちゃ橋場攻めてる。小笠原、あー徳川と橋場がやり合ってるのか。このゲーム小勢力ですね。信長の野望シリーズ言うと、信長の野望全国版、群雄伝、風雲録、覇王伝、天正記の続く、7作目になるのかな。とりあえず、ね、戸沢さん戻さないといけないんだけど、問題はこれの戻し方ですよね。軍勢、これ小野寺家、小野寺家の人たちがいるんで、一応ちょっとね、それも信行で勧誘してみましょう。はい、陳法と同じですね。三国志5はだいぶ違うと思いますが、よ、手土産なぞいらん。信行と共に真田家に使えぬか。あら、仲間になった。仲間が増えた、仲間が増えたぞ。小野寺影道、あーでも結構優秀だった。62、65、66、東洋餅、建設、騎馬突、あ、いい武将拾ったな、これ。いい武将拾いましたね、ラッキー。使い回しじゃないですよ。むしろこっちが原型ですね。この1個前の作品まで菅野陽子さんで、この作品から人が変わったんで、で戸沢守康、詳細、うん、そうね、軍勢解明させた方がいいかもしれないですね。戸沢守康70、83、77、いいじゃない、いいじゃない、これかなり優秀ですね。農業あるし東洋ある、一つある。軍勢上に乗せると金山占領、ありがとうございます。烈風、そうですね、烈風伝に使ってるかもしれないですね。すいません、ちょっと音楽まだ覚えてないんですが、ただ烈風伝の方が後の作品なんで、よいしょ、ちょっと乗ってみますね。あ、本当だ、選挙、イエーイ、選挙取った。ここの選挙、ここを取った。あ、本当だ、音が止まってる。ターン変えますね。おいおい、チンフォー PK みたいに、チンフォー PK も音が止まってましたけど、このまま佐渡行きましょうかね。このまま佐渡の金山選挙に行きましょうか。ジュークボックスのシステムかもしれない。おお、徳が足場やりやってる。あ、待ってきた待ってきた、よかったよかった。ループしない代わりにちょっとセーブしますね。ループしないけど、あの一周で終わっちゃうみたいな感じ。中地図じゃないな、中止、ショーウィンドウ。じゃあ佐渡金山に向かいましょうか。じゃあ、うわー、これ時間かかるな。これ、上田に帰るまでに1年以上かかりますね、絶対。
待て、逆に考えるんだ。逆に考えよう。今からこいつも回収する。取り込み。またもう一人の小野寺。不要。この東北真田軍で小次郎落とせばいいんちゃうんか。例えばこことかさ、大崎家とかさ、大崎とか落としちゃえばいいんじゃないかな。ところでまた音楽止まったのこれ。よし、大崎家を攻めましょう。この3部隊で。それだ、その作戦だ。距離関係なく占拠した部隊の所属支所に侵入が入る。勢い大事。何？戦略は臨機応変に、臨機応変の戦略ですよ。なんか外交したらまた音楽止まりましたね。でここでまた開発しましょう。よいしょ。これの水田は終わったかな。中止。じゃあ一回帰るか。よし、じゃあこれで環境終了。一間だ。あ、これ九州か。奥州真田家。信之の働きぶり、侍大将に値する。いいですね、出世しました。外交的に大成功しましたから、3つの勢力を吸収しましたからね。信之さん、他に吸収できるやつ探してみたいな。激しいな、やり合ってるな。相馬と伊達ですね。お、鈴木が大ピンチみたいです。お、さっさなりまさ、あれ六角、あれこれ羽柴がふかし攻めていい感じになってるのか。これ羽柴がふかしを攻めたところをちょっとね、うまくどうにかしたいですね。うまくどうにかしよう。よし、一回全員、戦うやつを、町づくりを中止して戻って、出撃考えましょうか。うまくするとごっつぁんできる気がする。雪村と正幸。プラス、今これ3人かな。あ、2人入ってるのか。じゃあこの4人かな。三好正勝。うちの国の足軽が高いやつは誰だ。詳細、足軽、真田と三好か。なるほど、真田三好なんで、こっち、この三好も戻そう。で代わりにこの鈴木くんはちょっと開墾してて。よし、で奥州真田軍は進みますよ。そう、矢沢いないよね。矢沢がいない、そういえば。よいしょ。で信之は他に近くにいないかな。ね、ここら辺にね、アイヌ勢力とかあってもいいのにね、中立軍で。あ、これ二本松義通か。まあ拾いに行ってみるか。まあ拾いに行ってみましょうか。わりかし近いっていうほどもないな。あれ、あ、これ金山じゃん。ごめんなさい、これ、あー、失敗した。これこっちじゃなくてこっちでしたね。金山拾いに行くべきでしたね。おー、
これは金山優先か。あ、ここの、ここにも金山あるじゃん。あれ、じゃあ僕結構玉砕格好で攻めるつもりだったんですけど、金山収集した方がいいですね。これ金山収集しよう。これ金山じゃんってね。取り込みで二本松 OK。 あの真田家ちょうどねあれなんですよ、あの町を作れる場所が全然なくて、町を作れる場所が全然なかったんで金収入かなり不安だったんですよ。今金銭支出60、今金608、これ次のターンでいくつになるか確認しますね。今金608、いやーなんかねやっぱね小勢力楽しいね、楽しい楽しい。あのマップが見てて楽しいんですよね。これ明るくてちまちましたものがいっぱいあって、見るだけで楽しい。マップが馬産地、馬産地近くにありました。馬さ、あ、鈴木が滅んだ。馬産地はさすがにお城の範囲内じゃないかな、わかんないっす。あの僕の城にも馬産地が一箇所あって、ここですね。これは完全に領地内。あ、一応金ちょっとずつ、金ちゃんと増えてはいますね。赤字ではないですね。馬、うん、ここがそうか。あ、ここも金山だ。で、うん、ここにありますね。ただこれどうなんだろう、踏んだら取れるのかな。とりあえずこの金山欲しいね、この金山欲しい。あ、あと この金山僕のもんだ。よし、とりあえず金山踏みましょう。あっちの小野寺さんは委任で、目的は略奪か、略奪か。選挙でここ、でこっちはちょっと大変かな。いや、ここにも金山あるのか。金山、金山、金山だらけだね。結構金山多い。こっち2部隊抜けて、あ、でも城に近づくと殴られるかな。3人いるんだよね。略奪したいな。よし、略奪しながら抜けて金山占領しに行こうか。よいしょ、 OK。 さあ、そして深瀬攻めましょうか。この4人で三田正幸、はい、あのもう武田滅んでますよ。あの1585年です。小牧長久手シナリオですね。こんな感じかな。よいしょ、お、殴れる、えい。民を泣かすのも致し方なしね。チンギスハン法っぽいですよね。騎馬隊も用意するか。食料はあのね、こっちの方は少なめにして、あと奪えばいいんじゃないでしょうか。こうやって、畑じゃないとダメか。畑じゃないと略奪できないのかな。いやいや、今回はちゃんとね、兵に米食わせますよ。この早狩りで。よいしょ。もちろんやるのは敵領地でですけど。ちょっとみんな身分が低いんで、あんまり兵持てないのがあれですね。さあ、生還しましょう。あ
寝返った空気が謀反を起こした。お？ほほう。クキがね、あの鈴木に捕まって寝返った後、多分滅んで、そっから城を奪って独立したんですね。六角、徳川と羽柴がバチバチやり合ってるのはいいで、わあこれはどうなってんだ。ああ商人来た、このタイミングで来るのか。いやまあでも米なかったしな。これは。これはこれどっちの軍だか分からんな。さっさ成政は羽柴軍だよね。まあゴールはとりあえずあの家康を切れればいいかなみたいな。これ全部出撃してる徳川家。あれ池田恒興が徳川家になってる。寝返ったのかな。はい、すいません。商人空っぽだ。小笠原諏訪。あーこれ徳川軍だ。さっさは羽柴軍なんだけど、これはちょっとまずいかな。滝川ちょっと早かったか、ちょっと早かったか。今行くと隣接するので精一杯か。はい、さっさた、まあ多分羽柴軍、あ違うのか。徳川扱いになってんのかもう。あ大谷はすぐ88、83、81、有能ですね。情報見てみましょうか。さっささっさ、さっささっさ、武勇相当で、やべえ結構探すの大変かも。やべえさっさの武勇分かんねえからいっか。徳川かな。うん、前田は羽柴だよね。うんそうですね、あいうえお順でやるか。旗の色が勢力によって違う。徳川か、これ徳川カラーか。ごめんなさい、緑だから徳川カラーだこれ。ごめんなさい、旗の色で判別すればよかった。単純に徳川だ。ということはさっさが、いや相当あるんですけどすいません、これ全部徳川軍ですね。さっさなりまさ徳川軍扱いでした。同盟するためのお金と人手がないです。区分だったらまずは上杉ですかね。ちょっとこれダメなの、一回撤退するか。ちょっとこれうかつだった、一回撤退します。これは無理だ。いやいけるか、いけるか、やりましょうか。まずじゃあ正面から蹴散らす。牙か、勝手に退却した。何をしたかったんだお前は。このゲーム、騎馬と足軽って騎馬の方が先に攻撃できるんですよ。で、小笠原くん騎馬で突っ込んできて勝手に捕まりました。忠誠88で寝返ってくれない惜しい男なんだが、惜しい男なんだが、一回見逃すか、ちょっと惜しい、これは。次、仲間になってくれるかもしれないし。さあ次は雪村できますか。参るぞ。
おお、お主が屈強の赤備えを率いる真田幸村か。よき敵みったり。一斉攻撃。これ敵の大将ですね。弓。一撃。ここら辺もチンギスハン 4PK でチンギスハンっぽい感じしますよね。戦闘のこのなんだろう、シンプルさ。これ以上前に行くと小笠原か。やるか、やるか、やりましょう。あー、待て、やっぱ無理しない。よいしょ。さあ、これで生還しましょうか。あ、ちょっと待て、東北伊達軍どうなってたっけ。東北伊達軍はそうだそうだ、略奪しなきゃ。略奪しつつ進んでいきましょう。こっちで、ああー、向きを変えたらそれでも終了になっちゃうのか。しまったな。じゃあ略奪。今なんか何も出なかったけど、略奪して畑がなくなりました。移動。はい、難易度ハードです。ああ、黒川強かったですね、確か。さあ、チャンスはチャンス。ちょっと忘れないうちにこっちを先にやりますね。略奪しながら金山に向かいます。で、こっちはこっちで金山に向かおう。略奪しながら、えい。水田レベル3がレベル2に低下。僕ね、今日すいません、幼稚園の行事関係で TGS に行けなかったんですよ。まあすいません、この放送見てる方、僕ね知ってるんですよ。この放送見てる方、平均年齢だいたい40歳なんですよ。なのでお子様がいらっしゃる方も多いと思うんですが、結構いかんともしがたいですよね、幼稚園の行事って。さあ、これ側面攻撃でいくか。あ、待て、これも倒さないといけないのか。いやー、ね、幼稚園の行事ってね、仕事でも結構どうにもならないんですよ。さあ、正面から。ちなみになんでわかるかというと、アナリティクス、視聴者の方がどの地域から平均年齢何歳ぐらいで見てるかってアップしてる側わかるんですよ。例えば、視聴者のうち 99% が日本で 0.1% ぐらいアメリカから見てるとか、あと、男性率が 99% を超えてるとか、そういうのが実は分かったりするんですよ。はい、女性率はねそんなもんです。はい。よいしょ。結構ね楽しいんですよ。よいしょ。早かった。あ、しまった、これ金500使うのか。金、すいません、これ略奪に金500使ってたのね。なんてこった、略奪じゃねえよそんなの。そんなの略奪と認めないよ。なんてこった。こっちは終わったね。よし、じゃあ生還しましょう。お、金山占領、嬉しい。歴女はバサラのブームが終わったとともに消えました。金500はちょっと痛いよ正直。お、調略を行おうとしたやつを捕まえました。ふっ、笑わ笑わえ。藤田君、あー、
使えるね、いい性能してるね。僕ね、歴場ブームっていうのはね、何割かは確実にただのバサラファンだったと思いますよ。あ、よし、仲間やった。あ、下からおっと、あ、何かと思ったら小野寺くんがやばい。あー、やられた、一撃だ。あ、つかあのね、僕ね、バサラ自体は結構好きだったんですよ。バサラシリーズは実はほぼほぼ全作品やってます。バサラは面白かった。あんまり比較するのもあれなんですけど、戦国無双とか三国無双よりもキャラがすごい立ってたなって。キャラが立ってた代わりにあれなんですよね。おっと、また捕まえた。まあ、キャラが立ちすぎて、ファン同士が内紛を起こして潰れたなという印象はあるんですが。東洋、お、また仲間になった。あー、戸沢森康もやばいやばいやばい。あー、やばい、逃げ切った。やっぱりね、キャラ人気が内部で立ちすぎるとファン同士のいさかいが起きますよね。なんとか派となんとか派とかで。そういう意味で逆に味が薄めだった無双シリーズがずっと残ったっていうのは、逆に僕は面白いなと思います。展開として、欧州真田家ほぼ壊滅しました。やられたな。まあ、この人たちこれで歩いて帰ってきますんで。さて、じゃあこの小野寺くんはどっかの、あ、ここら辺あるじゃん、金山。これ取りに行こう。よいしょ、これこれこれ。目標はここ。さあ、でこの人たちは多分ね、もう移動に移動委任になってるんじゃないかな。うん、移動委任になってます。はい。ですね戸沢森康が独立軍としてうろうろしてたんで引き抜きに行ったんです。でついでにここら辺の小野寺くんも仲間になったんですけど、全滅しました。さ、で打って出ましたね。これあんまり深追い良くないかもな。深市城有利に攻めてはいるんだけど、さっさ成政も来てる。あんまり深追い良くないよな、良くないよな、悩むな。いや、やるか。いや、やるか。ただ白防御度がマックスなんだよな。かなり硬いです、白が。よいしょ。いかん、生き村によくやり入れられてしもうた。今川氏真。一斉、これ通常攻撃と一斉攻撃は隣接してるこの列しかできないんですよ。なので敵のが中列にいるんで弓で、えい、弓で一ターンキルできるかな、弓で。おお、いやー、どうやら1ターンキル成功です。この首を持って松田山殿のぶっ落とすよ。お前を切ってもぶっ、あ、仲間になった
仲間になりました。今川氏真まさかのゲット、やったね氏真ちゃん。でも政治57で農業あるんで結構いけ、結構いけますよこいつ。こいつ強いよ結構、内政やらす分には。あーでもいい部署が入りましたねこれで。さで三好正康、これなー、このターン一回攻撃するか。不可思議に今誰も入ってないんでモブが守ることになるんですが、一回殴るか。できれば3部隊で行きたいんだよな。でも届かない。ターンが連続で回ることに期待してね。氏真はね正直ね、あの大河ドラマありだと僕も思います。あのネタじゃなくてなんかうまくやれると、こういう生き方もありなんだよっていう意味でありだと思う全然。さあこれで生還。2ターン連続回ってくることを願ってこのターンは、長使い元鹿が全滅。これね、あの川がね氾濫を起こすとこうやって溢れちゃうのがね大好き。あ、回ってこなかった。ただ敵の大将が最前列、これはチャンス。一斉攻撃。返り討ち、返り討ち。これ諏訪頼重のいとこ武田信玄の配下として徳川家康に仕えて所領安堵された、所領安堵されたところが僕が攻めまくってる。まあまあまあ政治68で建設あるんで。あ、何後ろか。あ、やばい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 、大将がやられてる。うし、ああよかった落ちなかった。平岩でよかった、武力の低い。530あんまり減らんな。ダメか。ちょっと移動しよう。でこれね、あのバックアタックとかサイドアタックが強いんで、なのでね必ずしも戦は楽じゃないんですよね。結構一瞬でやられることもあります。敵の大将集中攻撃、ただ3列目なんであんまりダメ、いやあんまりダメージが入らない。これ386じゃないですか。341でもちょっと振りだ。あと弓は 1,2,3,4 4マスしか届かないんですよ。お、真田軍の底力どうかな。よし、いてて一斉攻撃、いてて。そうですね、あのチンギスハーンと大きく違うところは、チンギスハーンって敵から攻撃してくることあんまりなかったですけど、このゲームは敵からガンガン攻撃してくるんで、サイドアタックバックアタックだから油断すると。これ平岩だったから良かったですけど、もっとちゃんと戦えるやつだったら正行一撃でしたね。平岩ちゃん、あーこれはまあ仲間にならんね。うわ、有能。平岩さん戦闘66、地防60なんて戦闘面もできますねこの小勢力だと。で農業外交登用、有能だな。もうでもこれはしょうがない。ドギャッ、うわー正行が今度は取り戻ったら
ガンガン来る。来ますね。これはちょっと一斉攻撃で前列を削りましょう。硬い。一斉攻撃。弓。よし。ちょっと混乱やってみるか。えい。お、混乱決まった。いいですね。混乱決まったところに一斉攻撃、さらに一斉攻撃、アンド弓でとどめ。そしてほうか、ファイヤー。地獄の火がどんなものか生きながら味わわせてくれるぞ。やはりヒゼブできよった。あ、いたたたた。あー、一部とやられたか。何気に対処がやばい。やばいやばいやばい。危ない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 。よいしょ。弓。あ、やばい、これ負けたかも。あー、やられた。ダメだ。前線が壊滅する。わー、突撃。これはこんな状態になり、今度攻撃できなくなった。小笠原ちゃん、うー、あー、まあそこまで言うのでもないか。牙 A ですけど切りましょう。ブシャ、前線が壊滅しましたね。これはまずいことになった。雪村は移動できない。ロードローラーが来てる。とりあえず側面攻撃で、いやー、背後からね、ちょっとね、下から軍勢が来るのはね、完全に迂闊だった。お、鳥居元忠は29、81、46、足軽 Bよし。よし。はい。僕は基本、ノーセーブプレイですよ。鉄人プレイですよ。目標はそうね。徳川を撃破することなんで。で、ま、これ撤退だな。で、ロードローラーを壊しましょう。これちなみに輸送隊です。輸送隊という名のロードローラーです。攻撃。山賊までも致し方なし。と、殿より扱った大切な物資を。大久保まさかこんなとこで捕まっちゃう。戦闘78の足軽 B 東洋ダメだ。ちょっとあの前線が崩壊した代わり、ちょっとね、すいません、正直この今回の城攻めは惨敗ですが、あの人的資源は敵に大ダメージ与えて、こっちは増えた。いやー、惨敗だったな。はい、そうですね、武将は回収して敵の武将は減らしたんで、まあまあ結果的にはショーウィンドウ、あとはこれ外交中ですね。よし、はい、二本松義継の回収に来ました。手土産いらん。本領アンド
本領安堵さえしていただければ真田家に名を連ねさせていただく二本松義継がゲットです。ゲットしてもなという思うんですけど、場所的に金山拾いに行けばいいんだ。また金山手に入りました。あー、凶作直撃、凶作直撃か。飢饉ではなあー、おー、特撃撃、うわー、これはやられた。側面攻撃で三好正勝が一瞬で全滅です。やられたな。雪村も撤退したいんだけど撤退できない。よいしょ、撤退しよう。よいしょ、ふう、これは結構やられましたね。開墾、よいしょ。ちょっと米がだいぶ厳しい感じになってたんで、しばらくちょっと開墾したいですね。よいしょ。ただよいしょ、結構人増えたんですよ。結構人増えた。で、だって氏真ってうちの中ではなんとね 1,2,3,4,5,6 7番目に政治力が高い、7番目に政治力が高いのはすごいと言っていいかどうか分かんないけど、まあ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 、全然開墾できるだけいいですよ。開墾できるだけいい。この藤田くんは結構いいね。じゃあまたちょっと開墾しましょう。星名くんは戦闘系だよね。まあでも開墾できるだけマシなんで開墾しましょう。はい、戸沢森保引き抜きました。戸沢森保は今移動中です。ここら辺からゆっくり。で、今僕どこだっけ？これか。二本松よりが、義継が仲間になったんで、これ金山拾おう。どっか。これ、ここを拾おう。あ、こっちだ。イエーイ、金山ゲット。金山ゲットいいよ。これも確か金山ゲットに移動中。ここも金山ある。これレベル3だ。レベル3、レベル3、レベル3。これ、こっち優先しよう。委任。目標こっち。いや、この金山回収いいね。いいよ。で、信行ちゃんはまた他にどっか回収できるとこがいれば。スチームのセールって渋沢公アーカイブスのセールしてます？渋沢公アーカイブスもセール対象に含まれてたりする？どっかないかな。ないっぽいかな。白い旗、白い旗ないかな。九州まで行かないとないですね。はい、行って占領するだけでゲットですね。あ、これ誰だ。西園寺か。西園寺っていつもだと能力高いですけど、まあさすがに無理だな、距離が。夏に創造 PK はセールしてた。うん、なるほど。まあでも確か小勢力っていくらぐらいか分かんないんですけど、さすがに結構初期の作品なんで安いと思いますよ、ぶっちゃけ。よし、帰ろう帰ろう。多分そんな大した値段じゃないですよ、小勢力。移動。よし。それでも2000円ぐらいするんだ。僕ね、信長の野望の初期の作品はさ、900円ぐらいで売ってほしいなーと思ったりするな。
よいしょ、帰ろ帰ろ。今金1800。はい、信長の野望小勢力です。あのすいません、ちょっと意外なんですけど、案外昔の信長の野望だと初めて見るって方多いですね。昔のすいません、それならアピールしたい。小勢力は結構おすすめですね。レキュービンぐらいまだ1000円以下で買えるといいのにね。小勢力、僕は小勢力は特におすすめ。ちょっと遊ぶ分にすごい楽しいんで、そんなに難しくないです、システム。お、島津家久。ん？びっくりした。ある日のことである。二本松義継に従っていた豪族大内。あれ、ちょっと待って、二本松義継ってうちの家来なんだけど。政宗には服属できぬ。なでぎり。二本松義継殿が和議を申し入れてきました。そうですね、今のあの大使の PK のあの大使の PK のプロデューサー、このなどういう理由だったの、どういう理由、まああの思い出深い作品に撮ってるのを選ばれてましたね。ちょっと待って、じゃあ僕の二本松義継死んじゃうんじゃないのこれ。あれ、これ僕の部下です。赤ら顔をした伊達家の家臣がすっのといた。これなんか曹操の逸話みたいだよね。あの商人を皆殺しにしたやつ。あのそこで何をしておられるのですか。これで二本松の、あ、そうなんだ。家臣は慌てて義継の元へ向かった。殿、殿。烈風伝も面白いですね。烈風伝も大好きです。ただ僕ね、小勢力の方が絶対烈風伝よりいいっていう場所が一箇所あって、それはね、画面の明るさなんですよ。あの楽しそうに見える明るさが、あの小勢力の方が全然楽しそうに見えるなっていう。色合いが鮮やかなんですよね。烈風伝がちょっと暗めで。父上、こんばんは、よろしくお願いします。小勢力を無償にやりたくて小勢力を始めました。まあといっても多分あの真田で徳川を倒すまでなんで、まあ多分あの3回ぐらいの小、まあなんだろう、短期集中だと思います。親殺しの罪を犯すことをお許しくだされ。レッツパーティー。グワッ。義継は照宗を刺し自陣して果てた。政宗はズタズタに切り刻んだ義継の死骸を藤鶴でつなぎ合わせ貼り付けにしたという。芦名と佐竹は同盟。あとすいません、僕の二本松義継どうなったのこれ。僕の二本消滅した。金山時代が消滅しました消滅しました。マジか、金山取ってから消滅してくれ。悲しみ悲しみ。もう戸沢くんはまだここら辺。あ、でもだいぶもう柴田城まで来てますね。もうちょっともうちょっと。まあイベントには逆らえなかった。わあ、雪村がまだ撤退できてない。ゾック編成を変えます。で側面攻撃、よくやりを入れよう。一斉攻撃、騎
葉から叩くか。ただ雪村の部隊も壊滅寸前なんで、速攻を倒してどうにかしないと。弓、よしよし。おーっと、なんだ、騎馬 A だもんな一応ね。小勢力の雪村すごい顔してるね。でもかっこいい、いいよ。よしよし、あら、まだ生きてる。焼けるー。混乱してるから焼かれたのか。逃げたか。さっさなりました。ただ、あー、家康が入ったか。家康、常ちゃん、小笠原、3人、戦闘97、強い。99、97、93、めちゃくちゃ強いんだけど。99、97、93、ちょっと待って、武将一覧で戦闘そうとすると、これ低い順にしか ならないのか。いや、こうか。いや、違うな。こうか。前田慶次が戦闘109、本田が102。これ家宝込みでしょうね。家宝トンボ切り能力上昇10だ。じゃあ本田忠勝は本来戦闘92でトンボ切りを持ってるからってことですね。多分家康もなんかすごい相手持ってるな、これ。あ、やっぱり。あ、でも能力3しか上がってない。つまり戦闘94ですね。戦闘94、うん、家康すごいね。雪村は多分アイテムなしです。雪村は素手98。でもね、身分が低すぎるんだよな。まあ、ここら辺はいつもの大体能力値に関しては光栄査定ですね。昨日見た、元宮士官の三国志みたいにめちゃくちゃではないです。まあ、めちゃくちゃさが面白かったんですけどね。で、氏真さんは開墾してましょう。これからのお前の人生は開墾して生きるんだよ。もう一人開墾。よし。しかしここに家康が入ったか。直接対決になりましたね、家康と。あと厄介なのはここなんですよね。直接こっから出撃して叩かれたんですよね、ここら辺にいたやつが。これは結構厳しいな。ハサミ打ち、こんばんは、よろしくお願いします。深市城を攻め、あ、さっさなりました。全然いない。これはもうやられるしかない。退却するか。退却、さっさの野郎。あ、ところで退却しても部隊は無事なんですね。すいません、退却して部隊が消滅するもんだと思う。あ、消滅してた、ごめんなさい、ありがとうございます。消滅したんで、これで一気に移動しましょう。撤収撤収。ん、あれ、これむしろこっちに来てる、わからんな。結構バラバラだな。来てるかもしんないな。ツツジカサキ、白規模レベル7、フカシはレベル6。でもさすがにね、家康が守ってるレベル6の城を落とすのはしんどいな。よいしょ。町開発中、商業
諏訪さん、まあまあまあそこそこ内政高いんで、よいしょ、兵士23,000、結構なんだかんだで撤退したんで兵士そんなに減らなかったですね。三国志11、わかる、三国志11も名作ですよね。さあここで生還かな。引き抜きか、そうですね、引き抜きか破壊工作か。あの金山あちこち占領したことって金収入が結構入ったんで、あの不可市場のなんとか破壊できないかな。ただ家康がな、上司やってるからな、簡単じゃないだろうな。まさか家康とこんな早期に直接対決なんとは。どうするかな、ちょっと迷いますね戦略が。不可市場力攻めは多分無理だと思うんで、ん、北条が上杉をまた攻めている、これどうすっかな。いっそ春日山でも落とそうかな。まあレベル8なんで無理だと思う、無理だと思うんですけど、六角はここに止まったままか。てかこっちが連続でターン回ってきたんだな。とりあえず雪村はもうちょっと開墾してよ。雪村って内政特技全くないのかな。建設があるのか。建設があるんだったら建設してよ雪村。改修築城、築城な、上杉に備えてこっちの方に築城してもいいかなともちょっと思ったりするんですが、改修してるか、いや、やっぱり勲功のために開墾してよ。はい、そうなんですよ、身分を上げないとねどうにもならないんですよね。とりあえずこれでいっか。武将が増えるんで、もうすぐあの東北の連中が来るんで、そしたらちょっと動きましょうかって感じですね。再びとりあえず東北の連中が戻ってくるまではちょっと内政してましょう。そうですね、しやっぱ、あ、来た来た来た、やっぱね一つ目の城からね二つ目になるのがね。結構ねみんな身分低いですからね今。おっ、騎馬の修行、はい、いやいや、毎年1月ですね、騎馬の修行は。そろそろね、あの、騎馬も溜まってるはずなんで、馬の産地持ってますんで、次は騎馬を出してもいいかな。お、北条氏政が捕まってるし。はい、これ結構本当に面白いですよ。なんだろう、あのゲームの面白い面白くないって、古い新しいとやっぱ関係ないなとはつくづく思います。正直あの中期の作品だと小勢力大好き。よいしょ、援軍姫いないよな。討伐、あ、商人が来てくれればな。金2300、そう、作り込みとバランスですかね。バランス大事、めっちゃ。
よいしょ。もう一回しょ、もう一回、あ、今作ってるか。これね、ほんとね、開発する場所が少ないんですよね、海津城。川と山だらけで、作れる場所がわずかしかない。さあ、みんな入場。さあ、そろそろ戻ってきたんで、最近一気が多いな。あ、大雪。みんな来たなと思ったら大雪でした。でも何気に星名さん身分が高いな。こんばんは、よろしくお願いします。星名さんが武将だな。まあただ年齢78歳なんでいつ死ぬかわからないんですけど、星名は使った方がいいですね。星名と信之兄ちゃんもできれば使った方がいい。信之兄ちゃん帰ってきた、帰ってきた。これで、これで結構なんとかなるかもしれんな。星なんかお城に戻そう。そうね、あの、いや、星名さんね、騎馬訓練に出しても何年持つかわからないのがね。今2月か。今2月。米は1万8000。商業できる人間はまああんまりいないね。戸沢さんも頑張って内政しないと足軽頭なんで、まだ。ただ今もう内政する場所がほとんどなくなってきちゃった。17ヶ月話にならない。よいしょ。よし、金山占領。利子店、まあの僕ね、今日そんなに夜遅くまでできないんで、10時ぐらいになったらちょっとね、そろそろって感じですかね。でもね、できればね、もう一あもう分かった、もう1戦やりましょう。もう1戦で、あ、相馬が滅んだ。武将はね、あの、徳川の深志城を攻めて拾いまく、登用しまくりました。プラス、東北から連れてきました。で、これが、また金山レベル3占領しましたからね。嬉しい。委任。目的は、今度はこっち。今度はこれ。金収入どれ、でもあんまり増えた感じしないな、金収入。毎月の金プラス300ぐらい？まあまあまあ、じゃあ、まあ、どっちにしてもあの、僕、これ始めてまだ1時間半も経ってないぐらいなんで、まあまあ、もう一戦行きましょう。では、でもなぁ、ぶっつけで家康が守るレベル6か。落とせる気がせんな。誰がいる？酒井忠次じゃなくて家継ぐ。酒井、池田、小笠原、やるか。いきます。人数が少ないんでワンチャンあると思う。戸沢森康、真田正幸、真田信之、ごめんなさい、雪村の開墾が終わってからです、すいません。池村の開墾が終わるまでお待ちください。はい、城攻め難しいです。城攻めは完全に消耗戦。城攻めの難易度高いんですよね、このゲーム。あとどれくらいだ、わからんな。でも4ヶ月ぐらいだったような気がするから、まあもうちょっとやらしておきましょう。
政治ちゃんとできる人間があんまりいないんだよな。いっか。17ヶ月、これ誰だっけ。まあいっか、のんびり開発してよ。はい、こんばんは。小勢力楽しいですよね。僕ね、いやもう何度も言うけど、割となんだろう、シンプルですよね。箱庭内政やって、戦争やってっていう。そう、あ、そうだ、破壊工作やろう。ありがとうございます。そうだそうだ、破壊工作しよう。そうそうそう、 PSP、 あ、そうそう、城の四方囲んで兵糧攻め、わかります。このゲームも兵糧攻め有効です。 PC 版も、 PC 版も有効なんですけど、わお、一気だらけ。おーおーおーよ。あ、一気がやられてる。農民ブンスケ、ブンスケ軍が全滅しました。そうか、忍者が、そうか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 、ちょっと待ってね。忍者スキル、忍者スキル、忍者ってスキルじゃなくて、もっ、これか。まあ当たり前ですけど忍者いない。まあそりゃそうか、そりゃそうか。患者、患者と成功って低い。そうですよね、低いですよね。まあちょっとあのね、不可視を包囲するつもりでいくか。幸い1万7000もいるんで、包囲することができれば、風魔とは、風魔はまあ当然ながら北条軍ですし、治水治水アンド開墾開墾。よいしょ。もう開発できる場所はほぼほぼ開発し終えましたね。農民平助がやられた。北条氏勝がやられた。抜け穴ってなんだっけ。城攻めに便利なスキルだったような気がする。あー、そっかそっかそっか、商人が来たら忍術書でね。そうか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 、開発芸いいじゃないですか。だが目に見えて立派になっていくっていうのはやっぱね、いいいい。よし、開発終わった。商人が来てくれればいいんだけどね、タイミングよく。よし、これで次のターン出撃しましょうね。大和川だらけなんですよねこれ。ここ大変そうだな、通過するの。箱根か。一気だらけ。なんだろう、あの開発しててあの楽しいワクワク感が欲しいんですよね。天下創生とか小勢力ってあの箱庭内政のワクワク感がすごいあったと思う。ああ、そうだね、確信も良かったね。確信も良かった、良かった、わかるわかる。確信はね、城の数がもっと多ければ理想でしたね。確信はでも相当良かったですよね。そうそう、でっかいでっかいマップにね、1枚マップがやっぱ最高ですよね。さあ、じゃあ出撃しましょう。そうそうそう、あのね、略奪したいんですよ。他の人が作ったものをぶっ壊したいんですよ。
騎馬で行くか、今回騎馬だいぶ余ってきてるんで、前衛を騎馬、4番は足軽だから足軽でいい、足軽足軽騎馬前列騎馬で、他の人が作ったものをね壊すのがね楽しいんだよやっぱり。と自分が作っせっかく作ったものを敵に壊されてヒーってなるのもそれはそれで楽しいんですよ。だから僕ねクラッシュ、クラッシュ&クラン、クラクラ、あの系統とかも結構好きなんですよ本当は。よいしょ、他の人が作った陣地を蹂躙したり、自分が作った陣地を頑張って守ったりっていう、それはそれで、ね、楽しいんですよね。よし、詰まっちゃった。でプラス今回は星名さんも行きましょう。あと戸沢森康も行きましょう。だいぶ米が厳しくなってきたな。だいぶ米が厳しくなってきたんで現地で略奪必要ですね。いやー、略奪はね、ほんとね、あって叱るべきだと思うんですよ。信長の野望的に。信長の野望三国志もね、略奪はあった方がいいと思うんですよ。使うやつは使えばいいし、使いたくないやつは使わなきゃいいんですよ。今川様の働きぶり、侍大将に値すると存じます。氏真、ね、侍大将に取り立てる。そうか。まず氏真が昇進してしまった。あ、解放されてる。大友が滅びそうだな。いや、別にセロリーティングが上がったりはしないと思うんですけど、ゲームバランスの難しさってありますよね。あの、ぶっちゃけ略奪ってデメリットなくないですか？あの、ゲーム的なデメリットって。略奪をするっていいことずくめじゃないですか。敵の物資は減る、こっちの物資は増える。あれ？家康来ちゃった。しまった。しかもこれ正面からしか殴れない。そうそう、その倫理の部分でうまくバランス取ってほしいんですよ。正行対家康、正面決戦か、これ。やるしかないか。そう、でもね、名声下がりすぎなんですよね。うわー、道塞がれた。これは痛いな。これは正面からやるしかないのか。うん、そうそうそう、占領後の統治が難しくなるってそこら辺でいいと思うんですよ。うわー、どうしよう。これ撤退して引きずり出すか、それとも叩くか、正面から。でも真田昌幸とはいえ、家康相手に正面から戦って勝てる気がしないんですよ。戦闘77、厳しい。これは厳しい。正直厳しい。これは勝てない。これは、うん、そう、メリット、だからそれをね、どうにかしてほしいんですよ。メリットが大きいんだけど、そう、影武者もいたような気がするし、嫌なとこ陣取ったな、ほんと。こっちか？南に行くか？でもレベル7か。こっちから行くか。ただ山ん中通らないといけないんで、ただ少なくともあの家康を正面突破はちょっと無謀すぎる。無理無理。ルート変えるしかないですね、これは。これはなかなか厳しい。家康めー、
いやすめって感じですね。これやられたな。こんばんは、よろしくお願いします。ぬー、あれが家康じゃなければどうにでもなるんだけど、よりにもよって家康かよっていうね。あ、戦闘63、60、お、おばたくんちょうどよかった、ちょうどよかった。戦闘68の騎馬 C、 いってらっしゃい。そうか、北関東か。うん、そうですね、0時ぐらいかなと思ってます。はい、一気鎮圧。あ、来たな家康。カウンターチャンスだ。家康を撃退して、その上でカウンター行きましょう。背面攻撃できないけど側面攻撃はできるんで、側面攻撃。一斉攻撃でこれを叩く。300、めっちゃ減った。いいぞ。いや、これはよいしょ、側面取ったんでこっちの方が一方的に先制攻撃ですね。おお、なんだなんだ、痛い。うわー、なんだこりゃ。ぬー、あっという間にあっという間に互角になってしまった。強いなー、さすがに。一部隊ずつ倒していくしかないか。さすがに強い。混乱とか効かないだろうしな。弓矢を撃ち落とした。あいつ弓矢撃ち落としたぞ。なんかね、槍でピュンピュン槍を振るって弓矢を撃ち落としてました今。でダメージが10しか入らなかった。ほら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 、マジか。よし、クリティカルが出た。マジかよ、ダイモスレベルの切り払いを見せてましたよ今。うおー、撃ち落とすなあいつ、やりおる。じゃあ混乱、まあ効かないよな、こっちは撃ち落とさない。えい、あ、刺さった刺さった。70ね、火やか。あー、燃えてる燃えてる、本陣が本陣が燃えてる。はい、そうです、パロメーの、そう、分かっていただいてありがとうございます。消化はないのね。決着つかなかった。そこを、そこを雪村で側面攻撃。よし、まず騎馬突撃、さらに騎馬突撃。側面攻撃の場合一方的に結構攻撃できますね。ノーダメージ、さらに突撃。でも兵が少なすぎてあんまり倒しきれてない。
伊勢越駅、さらに伊勢越駅、突撃、よしよし、ふう、あ、おお、一括で回復、弓、よしよし、おー、雪村侍大将いいじゃないですか。よし、これで正行と雪村慌てて城に入って、みんな一気にカウンターに行こう。よいしょ、結構いい感じだった。ここでカウンター取りましょう。今ちょっと下がったの正解でしたね。氏真君は開発が終わったんでゆっくり帰るか。詳細、違う、委任、自動、違う、目的、移動、邪魔邪魔、海図上に OK。しかし、あ、なんだ、ん、あー、よかった、うち、しかし強い徳川家康、正行と雪村が側面から殴ってかろうじて撃退。あ、商人来た、これは嬉しい、来た、商人来た。購入で家宝、わあ、政治系しかねえ。なんだこりゃ、違うでしょう、政治じゃないんだよ、軍事とか忍術のが欲しかった、茶道具しか持ってこなかったこいつら。あと兵糧の相場が高いけど、兵糧の相場が高いけど元々の兵糧が全然ない、これは残念、これは残念。ただちょっと兵糧売っとこうかな、相場が高いんで。軍馬を売るっていう手もあるんですよね。軍馬ちょっと手放すか、軍馬を4000ぐらい売って金1万5000にしておこう。で兵糧はまあ代わりに3000ぐらい売っとこう。よしよし、これ馬さんちの強みですね、あの兵糧、軍、あのタダで拾った軍馬をすごい売れるっていうのが。で雪村と正行は一回お城に帰って、でその間こっちは出撃しましょう、どん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 前、前行き過ぎかな、よいしょ、ちょっと行き過ぎかな、いや行っちゃえ、攻撃、よし、さあ第二次不可思議城の戦い、はい、家康が戻って出撃してくる可能性が高い。これね、大名自身がめちゃくちゃ積極的に出撃してくるんですよね。あれ、これは上杉が北条を攻めてる、そうか、チャンスはチャンス、ロードローラー酒井忠次、敵は3人、隣接、隣接、よいしょ、
いい感じいい感じ。さあで正行と雪村も急いで追いかけましょう。雪村253253。さあこれで氏真と藤田君、藤田君も戻ろう。さあこれで請求権の捏造、不可市場へ請求権の捏造ですね。お、また出世藤田信義君。さっき徳川出撃してこなかったね。徳川のターン回ったけど、あ、でも出撃してるな。あれ、あ、あーやられた。金山部隊やられた。あれ2ターン連続行動か。これはきつい。1ターン切る。1ターンでキルされた戸沢森安。これは手ごわいな。やばいですね。打って出てきたね完全に。これは出てきてるな。家康側面攻撃、もう一部隊も来てる、もう一部隊来てる。渡辺官兵衛、これは厳しいな。厳しいぞ。とりあえず正行でロードローラーを襲いましょう。で家康にサイドアタックかけるか。伊勢攻撃、サイドアタックだと切り払いをされない。お、いい時にクリティカルが出てくれた。あーでも混乱回復した。混乱回復して後ろに下がったな。お、混乱させた。切り払いかな。ふう。まあ、正直2部隊家康のうちこれだけ大打撃与えればまあ十分役目を果たしました。星名もほぼほぼ壊滅になりますけど、側面攻撃やっぱり優秀だ、強いな。よしよし、今のはいい仕事しました。でいい仕事したところでさらにサイドアタック。三好正康伸びきていこう。
勢湖駅。伊勢湖駅。硬いな。よしよし。アンド弓。伊勢湖駅。よいしょ。よしよし。伊勢。伊勢。アンド通常。あれ、倒しきれなかった。マジか。倒しきれず。よいしょ。簡単じゃないな。あれ、地震？地震？地震？わお。多分ね、あちこちレベル下がったかも。今日の。あ、ショーに来た。今度こそ、今度こそ、今度こそ。今度こそ。今度は絵かよ。また芸術品でした。残念ながら、あんまりいい効果は得られない。結構、あれ、いい感じに囲んで、囲めそうなんだよね。小笠原さん、家康さん撤退したか。伸びき横から叩くか。地図って移動力上がった、上がりましたっけ。ごめんなさい、地図って移動力上がるんだ。地図、あ、本当だ、移動力増加だ。ありがとうございます。本当だ。ソロ版は商業適正。じゃあちょっと地図買っときます。むしろ3つ買っちゃう。移動力アップなら3つ買っても悔いはない。えい。で雪村に地図をあげましょう。よいしょ。多分、ちょっと待ってね、確認しますね。雪村が今ここにいて、こんな感じ、ここまで移動できる。武将、地図。あれ上がったよね。早くなってる。移動力が伸びてる。結構楽になったかも。よいしょ。なんかいいよこれ。信之にもあげよう。これいいよ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 。信之にもあげるし、で自分も持っときましょうか。信之これで、バックアタックできるな。今ならバックアタックができる。信之バックアタックにしよう。移動力上がったおかげで、あ、なぜか敵の大将が一番前にいる。これ
これは弓で撃ち殺すか。386。よしよし。うん。ね、そうそう、街道だからってのもあるんですけど、結構伸びましたね。これで結構いい感じじゃない？でも再起ちょっと下がろう。あーでもそろそろ時間だな。できれば復活し、このめっちゃいいとこだな。でも時間だな。地震だ。僕秀吉と同盟してたんだ。そうなんだ。うん、今のね、完全に地図のおかげ。徳川のターンが来ちゃったこれは壊滅だ。完璧にやられた。家康。家康が飛び出てきたな。飛び出る家康ですねこれ。でも逆に、そうですね、うん、家康が留守のうちにむしろ城を攻めるっていうのも選択肢か。うん、いやさ、火は打ってきますね、ビュン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 。じゃあとりあえず雪村で家康叩くか。側面アタック。お、よしよし、いいぞ。突撃。よしよし、いい。雪村が側面攻撃で家康にいい感じの先制打撃与えましたね。そしてさらに、さすがに雪村強いね。側面で一方的に勝ってる。突撃。おお、混乱した。さすが雪村の、あちゃ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 。だから雪村本陣が燃え始めた。一斉攻撃。家康いったー、一撃で殺した。やる雪村、さすがっす雪村さん。これはさすが、さすが雪村、さすゆき。よし。じゃあ、ちょっと、ちょうど2時間ぐらいなんで、このね、申し訳ない、いいとこなんですけど、ちょっと、調整力の第1回は、こんな感じとしましょう。じゃあ、また次回、また近日中に調整力の第2回目、不可思議城攻め続けたいと思いますんで、その時はぜひよろしくお願いします。じゃあ、一旦終了して、この対抗立地点にはしごしますんで、多分、30分ぐらいから35分ぐらいからスタートになりますんで、はしごされる方は引き続きよろしくお願いいたします。では、一旦失礼します。お疲れ様でした。